木曽崎町は、三重県の北東端、木曽山線の川口部に位置する町。東は、愛知県と接し、西は、木曽川を挟んで、桑名市長島町と接する。また、南は、伊勢湾の最北部に面している。トマトが名産。桑名郡に属する唯一の自治体である。三重県の町だが、郵便配達は、隣の愛知県八富市にある、八富郵便局が行う。 このため、町内の郵便番号は、三重県の51ではなく、愛知県内の49で始まるものが使われる。NTT 市外局番は、八戸市と同じを使用する。三重県の自治体の中では、人口が最も少ない。基礎崎町役場休庁舎基礎崎町体育館。基礎崎町役場は2016年11月に、新庁舎が共用開始された。 津波や高潮の対策として1階部分を地盤から1メートル高くし、天井高を6メートルとすることで2階以上が想定津波高よりも高くなるようにしており、屋外には除名団を設置している。旧庁舎は1972年に公民館として建設された建物を役場に転用したもので手狭であった。なお、衆議院議員選挙の選挙区は三重県第三区。 三重県議会議員選挙の選挙区は、桑名市、桑名郡選挙区となっている。小放送された、トマ、リッチトマトの生産量が、三重県で最も多く、三重県の総出荷量の約6割を占める。基礎先のトマト栽培は1956年に始まり、品種は桃太郎が中心である。伊勢湾台風で大きな被害を受け一時は、営農意欲が失われようとしていたが、 半足性栽培に取り組む農家が現れ、竹幌を使った簡易的なビニールハウスで栽培を行うようになった。1970年代には、木曽崎村だけでなく、長島町、田戸町、桑名島で栽培地域が広がっており、185個が55ヘクタールにわたって、トマト栽培を行っていた。2015年の農林業センサスによると、 木曽崎町のトマト農家は53経営体で栽培面積は25ヘクタールである。特に水分や肥料を調整した高糖度トマトはトマ・リッチの名称で販売している。トマ・リッチの名付け親は三重県知事の鈴木秀隆である。またトマトをモチーフにした木曽崎町公式マスコットキャラクタートマッピーや木曽崎町のコミュニティ団体ボラクラブのキャラクター。 魔法少女トマトちゃんがいる。町内に鉄道は通っていない。最寄り駅は近鉄やとみ駅、または JR 名鉄やとみ駅。木曽崎小学校町内には以下の学校が存在する。町内に高等学校は存在せず、桑名市などにある学校に通学することになる。愛知県内の公立の高等学校には進学できるところもある。木曽崎町立文化資料館。 木礎先館宅地を参照現在、人口1万未満のために単独調整維持には厳しいものがある。木礎先町は、三重県内の他の地域とは、木礎川で隔てられている一方で、愛知県側とは陸続きになっており、生活圏が一体化している、雅美市との越境合併を求める声が強い。昭和の大合併の際には、雅美町との合併をめぐって、村を2分する。 激しい対立が起きている。この時には国から現段階で合併を行うことは適当ではないとの裁定が下ったことに加え、1959年の伊勢湾台風で村民の約1割が犠牲となって対立どころではなくなり混乱は収束した。平成の大合併では桑名市を中心とする三重県側の自治体との間で合併協議が持たれたが、 やとみとの合併を求める声が多い一方、桑名氏との合併を望む声は少なく、結果的に合併協議を離脱して、単独調整を選択、腰剣合併の可能性を残す形となった。しかし、個市剣合併には、両県の同意が必要とされる。昭和の大合併の際は、愛知県議会は合併に賛成したが、三重県議会は反対している。 基礎先管宅地の県境問題ですら解決に26年かかったことからも合併の実現は現実的には難しいのではないかと言われている。年表、編集元況、編集行政サービスは、桑名警察署をはじめ、桑名市消防署長島基礎先文書、桑名税務署、土方法務局桑名市局、四日市年金事務所など30県内の各機関が管轄しており、 基礎社機長の農協は JA クワナと合併、ケーブルテレビは四日市市にある CTY のサービスエリアである。一方、郵便は愛知県のヤト郵便局の担当であり、NTT も市外局番は愛知県の津島 MA の0567となっており、市内通話区域はヤト市、津島市、愛西市、飛島村などでクワナ市へは市外通話扱いになる。また、 三重県域局の NHK 新放送局及び三重テレビ放送がクアナ中継局を町内に設置している。ありがとうございます。